皆さん、こんにちは。今日もガーです。よし、今日もじゃあ早速行ってみましょうか。今日のお題は、莫大な情報を得ると仕事の質が上がり、人生のチャンスが広がる。また情報ですよ。また情報、人生のチャンスが広がる、仕事の質も上がるって、やっぱ情報ってやっぱええのかな。まあなんか、まあその情報って言っててな、でもこの前も本屋さん行った時に、情報をなんかこう捨てろみたいな感じの本とか売ってんねや。どういうことだって。ここではいっぱい情報取れって言ってるけど、情報でも取ってもなんかこう捨てろっていう本もあるって、何見たらええかよく分からへんな。まあ確かにな。でも情報、まあいらない情報捨てる、情報いっぱい取る、まあでも情報いっぱい持ってる方が、まあなんかいろんなこととか、なんかこう組み合わせていけそうやもんな。今だってな、もうないものがないみたいな世の中やもんな。それでなんか新しいものを生むって言ったら、全然分からへんな。全然分からへん。そうなってくるとやっぱそうやな、なんかこう全然違うジャンルのもの、全然違うジャンルのものとかこう組み合わせてかけてな、ぐっちゃぐちゃに混ぜて、それでまたなんか新しいものを生むみたいなことが、そうやな、ことができる人とかな、そういう風に考える人っていうのは、なんか新しい、また新しいものを生んだりすんだよな。俺は全く分からへん、そんな全く分からんな。まあ確かにそれができることでな、情報、まあそれができることで、まあ確かにそのいろんな仕事の質っていうのは、上がりそうやな。確かにな。まあでも俺これでな、ここの今日のお題なんだ、人生な、この人生のチャンスが広がるっていうのはええな。やっぱな、モヤモヤしてて何したらいいか分からへんとか、それでな、結構家の中こう引き込んじゃったりとかして、ネットフリックスずっと見るとかね、俺もネットフリックス大好きだけど、まあいろんなな、情報を得ることでいろんな世代の人たちとも話せるようになるよな。全然自分の、全然全く分からへんジャンルの人たちともな、あ、僕それちょっとなんか知ってますよみたいな感じで、なんかなんとなくな、知ったかみたいな感じで軽くいきゃいいんやろ。まあでもそれすることでまた新しい友達増えたり、まあ知り合いとかも増えそうやし、確かにな、自分のその幅が広がりそうやな、新しいチャンネルとも出会いそうやな。やっぱな、そうか、分かったぞ。なあ、まあいろんな、まあ情報ってただ、まあ知ったか知ったかっていうわけじゃないけど、それをやっぱこうどん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 深掘りして、なあ、自分の中にいるな、いろんな風に落としていかなあかんと思うねんけど、まあとりあえずな、とりあえずいろんな情報を持って、それで今まで自分が行かへんかったところとか、全然そういうな、なんかこう、ああそこの集まり行っても俺よく話わからんからなって思ってたところでもな、バンバン行けて、でいろんな話聞けてな、あそのいろんな人たちの価値観とか知って、おおなるほどなと思って、またどん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 自分の幅が広がっていったら、それ最高やん、最高やな、いいやんそれ。だってな、最近のまあ若い子のって言ったら、もう俺もおっさんやけど、そういうな、最近の何、トレンド、流行りとかもやっぱこう敏感にな、感じて知ってる方が、そっちの方がモテそうやな。いいね、そうか、よし、また決めた、よし、俺はな、
まあ常日頃からいろんな情報を取って、でまあな、それで頭でっかちになってもうたらあかんけど、なあ、ちょっと知ってることでもなあ、それをもっと詳しく知りたいんだったら、もっといろんな、なその詳しい人ともいろんな話もできるだろうし、ああそうなんだこうなんだってなあ、いろいろ考えれるから、よし、じゃあ俺はなあ、いろんな情報を持って、で全然今まで自分が行かなかった集まりだったりな、そういうコミュニティのところとかにも顔出して、でどん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 自分の幅を広げていく。よーし、今から始めます。じゃあ今日もありがとうございました。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。